HMS パールは撮影戦争に参加したイギリス海軍のコルベット。パールはパール級コルベットの一番艦として1855年に浸水した。排水量は2187トン21門の方を搭載していた。インド大反乱中の1857年9月175人の乗員によるパール海軍旅団が組織された。 兵員はライフルを装備している程度であったが、いくつかの作戦に参加している。これら作戦の多くは、HMS シャノンの上院からなる、同様の旅団と共同で行われた。1855年から1859年に、インドから戻るまで、艦長は、エドワード・サウスウェル・サザビーが務めていたが、 1859年8月23日から1864年6月18日まで、ジョン・ボーラスが第二代の艦長を務めた。その後プリマスに戻り経流された。この間、パールは東、インド及び中国に派遣され、太平天国の乱や撮影戦争に参加している。1861年5月、パールはノーススター事件に遭遇した。 英国の客船ノーススターは香港から長崎に向かって出版したが、船は非武装で何丁かの銃があるのみであった。5月13日、ジャンクに乗った中国の海賊がノーススターを襲った。彼らは少なくとも船員の5人を殺害し、4000ドル相当の金を奪って逃走した。襲撃中に隠れていた2人の乗員によって、ノーススターは香港に戻ることができた。 パールは、青春沖に停泊していたが、報告を受けて出港した。間もなく、海に飛び込んで逃げていた、ノーススターの生存者を発見して救出した。ありがとうございます。